ドライバー貫通により、頭蓋底が深刻な外傷を受けた場合、頭腸骨から大口頭骨へかけての頭蓋骨、骨折、対腸壁及び、側頭骨の粉砕骨折により、対腸壁、側頭葉などの座礁とともに、硬膜下血腫を生じた脳頭蓋骨骨折とは、頭蓋骨の骨折であり、頭蓋炎外部骨折と頭蓋底骨折の二つに分けられ、 前者はさらに、線上骨折、陥骨骨折、粉砕骨折の三つに分けられる。一般には、頭蓋骨骨折と読むことが多い。頭蓋内に異常がなく、単に頭蓋骨の線上骨折だけであれば、手術は不要であり、そのまま保存的に経過を見る。ただ、乳幼児では進行性頭蓋骨折となることがあるため、注意を要する。 また、いずれの場合も頭蓋内血腫の発生に注意する必要があり、特に中硬膜動脈や上脈動を横断する骨折がある場合には、硬膜外血腫が発生することがある。進行性頭蓋骨折乳幼児、特に1歳未満における頭蓋骨骨折は進行性に骨折線が理解し、その辺炎が外方へ暴流して皮下に髄液が貯留することがあり、 これを進行性頭蓋骨折グローイングスカルフラクチャーという。乳幼児の頭蓋骨内面は硬膜と密に癒着しており、骨折と同時に硬膜の裂傷を生じる場合が多い。硬膜裂傷部から髄液が頭蓋南部組織中に流出し貯留した状態を偽性髄膜流スプリアスメニンガシールという。乳幼児の硬膜外装は骨形成に 重要な骨膜としての役割を担うため、骨折断端部は内外面の骨膜が剥離して栄養障害に陥る。乳幼児の頭蓋骨は柔らかく、また脳の拍動が骨膜の剥離した骨に直接伝わるので骨組織の吸収を生じることが多い。皮下には蜘蛛膜の癒着により蜘蛛膜脳法が形成されることがあり。 また受傷時に損傷を受けた可能性の高い脳表と癒着した肉芽組織が形成されることがある。治療は手術により硬膜及び頭蓋骨の形成を施す。また外傷性転換を生じやすいので後継連剤を投与する。陥没骨折は頭蓋内空に向けて陥没した骨折である。正確には 不全骨折として発生する場合には肝臓骨折と言い,い、完全に連続性を失った場合に肝没骨折という。特に乳幼児では連続性を保ったまま原曲的に肝臓スルーピング、ポンボール型もしくは変形性のダービーハット型を提することが多い。肝没骨折が開放性の場合、また脳に対する圧迫が明らかな場合には、手術適用となる。 手術法には、巨上法、反転法、あるいは人工骨による頭蓋形成術が行われる。頭蓋形成術外傷、感染、腫瘍、また、脳不腫への外減圧術などにより、頭蓋骨に変形、欠損が生じた場合に、手術を行い、外見上正常な頭蓋骨を持つように形成術を施すことを頭蓋形成術という。脳保護の他に、 低髄液圧症候群防止の目的、美容上の目的などがある。形成時に用いる材質には、保存自家頭骸骨、自家腸骨、自家肋骨、金属、アクリル樹脂などがある。それぞれ適不適があるものの、アクリル樹脂を用いることが多い。粉砕骨折とは骨折片がいくつにも分かれたものを、言うが、粉砕骨折が、開放性であれば複雑骨折に属し、 陥没していれば、陥没骨折に属し、非開放性で陥没もない場合には、線状骨折として扱う。頭蓋底骨折は一般に、重症の頭部外傷に伴うことが多いが、比較的軽度の外傷によって生じることもある。頭蓋底には、多くの脳神経口、血管口、骨方合線があり、ほとんどの頭蓋底骨折はこれらに向かう。後発部位は、 前頭蓋底では、古い骨盤、中頭蓋底では、トルコアン周囲、岩様骨であり、後頭蓋底では岩様後頭列部、外交周辺などである。骨折の部位に応じて、微出血、自出血、髄液微老、髄液二老、脳神経の損傷、頭蓋内機種などの病態を生ずる場合がある。なお、頭蓋内機種については、多くの場合、 水液漏に伴って起こるものである。全頭蓋底骨折を示唆する局所所見としては、出血が皮下組織の比較的荒い眼鏡周辺に集まり、眼鏡の主張、変色するブラックアイがある。また、中頭蓋底の水体骨骨折の兆候としては、乳様突起時開口部の皮下主張変色が見られることがある。 治療の際は開放性頭部外傷の扱いとして、強力に抗菌薬の投与を行い、続発する合併症に対しては、それぞれの病態に応じて対処する。側頭骨骨折のうち、骨折線が迷路骨方を横切るものを迷路骨折と言う。側頭骨骨折は、縦骨折と横骨折とに分けられるが、横骨折は迷路に損傷を与える。骨折線は、 内耳道から前提や下流を横断することが多く、この場合には内耳神経だけでなく膜迷路も断裂して高度の難聴やめまいを引き起こす。骨折線が個質粘膜を破壊した場合には内耳液が漏出する。また炎症が生じると細菌性迷路炎、バクテリアルラビリンチティスとなり、髄膜炎などを招いて致死的経過をたどる場合もある。 内耳の損傷は繊維化、骨神性など回復不可能な病的変化を続発することが多く、難聴の予後は悪い。ありがとうございます。